公暦2678年2月17日23時9分です。世間の評価と自分の評価っていうことなんですけども、世間の評価っていうのは、世間から受ける評価。自分の評価っていうのは、自分がする評価。自分の評価。もう言葉通りなんですけど、僕はね、自分の評価を、重視してて、基本的には自分の評価しか考えないで、たまたま世間の評価が良かったら、それはそれで、御の字みたいな、副産物いただきましたみたいな感じで、というのは世間の評価を気にしちゃうと、もう自分を逆に殺すことになることがあるので、例えば、会社とかでも世間、会社に合わせるっていうのは世間の評価に合わせるっていうことと同義でもあると思うので、社会人として頑張る、会社に対して、貢献する、頑張る、そういうのも、世間の評価に、合わせることだと思うので、その結果自分が苦しくなったりとかすることもあると思うんですよ。でも僕は自分らしく生きたいっていうタイプなんで、自分らしく生きるってことは世間の評価と相反することがあるんですね。その会社に合わせるとかでも、いや俺はこういう生き方がしたい、例えば日傘さしたいとかあった場合、サラリーマンが日傘さして歩いてたら、毎回刺して歩いてたらあの人おかしいねとか言われると思うんですよ、普通に考えて。まあ日焼け止めとか塗ってないと気づかれないぐらいだったらいいけれども、よくある例が髪の毛長、男だと髪の毛長いとダメだと。ちょっとこう襟足を切らなきゃダメだとか。これは世間の評価、世間に合わせるってことだと思うんですけども、僕は基本的に自分を曲げたくない。曲げたくないわけではないですけども、やっぱ自分らしく生きたい。お金をたくさん得るよりも自分らしく生きる方の方が大事なんで、自分を殺した結果たくさんお金も持っててもしょうがないんで、意味ないんで僕にとって。なので、世間の評価される、名声地位がいただけるとか、お金がたくさんもらえるとか、そんなのはもう俺にとっちゃ二の次三の次、一番大事なのは自分が心地よい環境でいられるか、自分が、大好きな環境でいられるか、自分がやりたいようにいられるか、それが一番なんで、その結果、それに世間の評価がついていければ、それでいいのかなと僕は思ってます。でもそれは人それぞれだと思うんです。世間の評価の方が、安心する。世間の方が評価の方がいいっていう人もいれば、いや僕みたいに自分の評価、自分の生き方を全うしたいっていう人もいるだろうし、それは人それぞれ、好きな方を選べばいいと思うので、僕はやっぱ自分の、マイペースに自分らしく、これからも生きていきたいって思ってるタイプなんで、自分の評価を大事にします。だから今までもそういう自分の評価を、重視してきた結果、それが世間的にヒットすれば世間の評価として、やったね見たくなるだろうし、それが全然世間からってなったら空回りすることもあると思いますし、まあ、今後もそうだと思うんですけども、ただ僕は世間に合わせてやってないので、世間からしたらあれなんだこれみたいなあっても、自分は楽しんでやってるっていう風に僕は思いながらやっていきたいかなと思ってます。まあでもたまに世間に合わすこともあるんで、あれなんか後藤的らしくないなと思う時は、もしかしたら世間に合わせてるのかもしれないですし、でも世間に合わせることも結構あるのかな。俺もやっぱ社会人として生きなきゃいけない側面もあるので、そうですね。だから世間、例えば、初対面の人に対して、おい、俺様、後藤輝樹様だみたいな風に、いかないので、あ、どうも、はじめまして、後藤と申しますっていう風に、行くでしょうし、だからそういう意味じゃ、僕も世間に合わせちゃってるところもあるので、なかなか難しいですけども、あ、だからそう考えると、俺も世間評価に、合わせちゃってるところもあるんで、なんとも言えないですけども、基本のところは僕は自分の評価でやってますけど、表面的に、ちょっと、そんなに親しくない人、広く浅くの関係の人だと、世間の評価として僕は接する、と思いますね。だから、猫被ってるとは思います。まあ、ちょっと話がそれてきそうなので、この辺でやめておきます。以上、後藤輝樹でした。失礼いたします。